はい、こんにちは。今日は久しぶりの動画なんですけれども、インゲンとですね、丘のりがこんな感じでですね、育ってきました。で、丘のりの種っていうのはすごく小さいんですけれども、ここまでですね、大きくなるわけなんです。だから、このつるなしインゲンとほとんど変わらないですね、大きさ的には。で、一応株間はですね、30センチと25センチにしたんですけれども、30センチの方がいいですね。25センチだとちょっと狭すぎるんで、ですから来年からは30センチにしたいと思います。まあ、あんまりですね、インゲンは連作できませんので、まあ、来年作るかどうかはわからないんですけれども、まあ、一応ですね、来年作るとしたら30センチにしたいと思います。それでですね、丘のりの方はそんなに虫の害とかないんですけれども、病気もないんですけれども、インゲンの方がですね、ちょっと葉っぱの方がですね、こうなんか茶色くなっちゃってるんですよ。これ分かりますかね？茶色くなっちゃってるわけなんですよ。で、これはですね、病気なんですけれども、まあ、無農薬有機栽培でやってますんで、まあ自分にできることはですね、この病気になった葉っぱを取り除くぐらいのことしか、まあ自分はできないわけなんですよね。ですから、まあもうこのインゲンは収穫になると思うんですよね。この後、花が咲いて、一気にこう、ドバッとできる品種ですんで、まあ、なんとか、ね、病気は耐えられると思うんですけど、明日、なんだろう、なんか熱帯低気圧が来るみたいなんで、どうしましょうかね。支柱立てられないですよね、これ。こんなに短い支柱ないですよね。だってこれ結構短いですよ、これ。こんなんですから、支柱立てられないんでね。で、明日、なんか熱帯低気圧が来るみたいなんで、倒れたら嫌だなと思ってるんですけど。でもまあ自然のことだからですね、しょうがないですね。まあ、綿花の方は、綿ですね、綿の方は、ちょっと草丈がですね、高いので、支柱を立てたいと思います。ということで今日は、丘のりとインゲンの生育状況について話をしてみました。以上です。